新ラジオペロキュー。さきちゃんからゆささんに指令です。今度出す DVD の見どころをどうぞ。石垣島の青い空、青い海をバックに揺れるオープンボディです。めいちゃんからなるみさんに指令です。自分の可愛いと思うところを3つ言ってください。パーツが丸い、怖がり、寂しがりや。それでは行きます。 KBC ラジオベロキュー。こんばんは、アーミンこと姫崎亜美です。福岡市中央区長浜1丁目にあります KBC ラジオからお送りしていますベロキュー。木曜日はリンクのアーミンとその仲間たちのキューティーでレディーな25分でお送りします。そして今週一緒にベロキューをお送りする仲間は、こんばんは、リンクの杉本優沙です。こんばんは、リンクのゆじなるみです。よろしくお願いします。イエイ、やったー。優沙さんはそう、今度 DVD を出される。そうなんです。あの今度8月29日もうすぐですね。もうすぐ29日に、あの、はい、その DVD を第2弾なんですよ、はい、グラビアは第2弾で。どんな感じですか？いや本当に、はい、さっきも言ったんですけど石垣島で撮影したんですよ今回、うんうんうん、でもう本当に自然と撮影するって感じで、はい、前回の撮影はスタジオ内だったので、はい、あの今回本当に全く違くて、はい、だから海の上に、まあ、海っていうか砂浜の上に寝そべったりもして、寝そべったり水着ですごくもうあの頑張りましたよ。体張りました。やっぱりちょっと際どいところもあるんですか？あ、そうですね、もうだいぶ今回横ラインがだいぶ、ユサカップが横から攻めてますか？横から攻めてます。あんまり前より今回横が結構大胆だと思うので、じゃあ横のユサカップが見れるということで、ぜひぜひ皆さんゲットしてほしいです。29日。はい。そしてなるみさん。はい。自分の可愛いところ3つ。はい。パーツが丸い、怖がり、寂しがり。そう、可愛いでしょ？いやいやいや。いやいやいやってなんだ。ごめん。可愛い、間違えた。ほら。可愛いよ。いや、なかなか私、見た目可愛いって。そうです、言われないし、多分違うんですけど、うん、でもあの初めて会うメイクさんとかには、はい、こう顔のパーツ自体は可愛いパーツ持ってるんだねって言われて、目とか鼻とか口とかまん丸だから、はい、だからピンクのアイシャドウとかされるんですよ、初対面だったら。あ、本当は可愛いらしくて。なるほど、なるほど。何を間違えてこうなってるの？間違えて言わなくてもいいじゃない。まあでも綺麗めっぽいよね。そうです背が高いのと黒髪ロングっていうのが多分こういうイメージを持ってるんだと思うんだけど、あと中身も実は意外とこうなんか寂しがり屋で怖がりでみたいな、寂しがり屋甘えん坊なところがあったりとかして、うん、ちょっとこの見た目だからマイナスかもしれないけど、うん、マイナスじゃないよ別に。あ、まあ、そうです、間違えた、間違えた。おい、姫崎マイナスではないけど、可愛いは見た目で決まるものじゃないですよ。でしょ、そうなの。でもそれさ、アミに言われたらちょっとあんま説得力ないよね。いくらあの見た目が可愛くても、これ中身が可愛くなかったらその人、うるさいよ、見た目も中身も。アミのこと言ってるわけじゃないですよ。アミのこと言ってるわけじゃなくて、だってアーミンはどっちかっていうと見た目可愛いし声も可愛いけど、中身がどっちかっていうとおっちょこちょいっていうか、中身がおじさん、ダメ人間だけど、だけど可愛いって思われとるってことは、見た目が可愛かったらさ、中身がちょっとあれでもさ、なんかさ、可愛いっていうさ、ちょっとフロー怒るな。なるさんは可愛い中身が、ありがとう、はい、はい。今日はゆささんとなるみさんとアーミンの3人で楽しくベロキューをお送りしていきましょう、うん、はい。皆さんからのフリーメッセージもお待ちしております。宛先は E メールは全部小文字で weq@kbc.co.jp、 ファックス番号は 092-722-4242 です。それではここで1曲聴いてください。リンクでガーネット。今のオープニングトークだけでなんかもう熱くなってしまったメロキュー久々なんですよ、私。久々ですよ。タメよ、タメ。そうよ、タメ。あ、そうか。タメとも2個としか変わらないっていうね、はい、そうですよ、まさかな。21個とした。はい、21個。やば、もう何もうはい21なった。いや、まだ、うん、いいなぁ。いや15歳ぐらいでリンクに入ったとしてもレディーに入れられてそう。確かに福岡市
中央区長浜1丁目にあります KBC ラジオからお送りしていますベロQ。木曜日はリンクのアミンとその仲間たちのキューティーでレディーな25分でお送りしています。今日はここからはイサさんにお任せします。はい、現在 KBC ラジオでは水と緑のキャンペーン中ということで、水と緑のキャンペーンのテーマである未来に残したい宝物に合わせて、未来に残したい風景そして音をテーマに先週3カ所取材に行ってきました、はい、先週土曜日のベロベロバー内では坂井朝香ちゃんと取材に行った佐賀県伊万里氷釜の里大川内山と福岡県糸島市鹿賀海岸姉子の浜の泣き砂の取材の模様をお送りしたのですが、はい、今日ベロQでは隣にいるゆじちゃんと福岡市博多区住吉にあります、うん、楽水園に取材に行ってきた模様をお送りしたいと思います。はい、この、はい、楽水園っていうのが、はい、全回遊式日本庭園っていうんですけど、はい、庭園の中にはお茶室だったり、はい、池とかが設置したって、うん、すっごいもう和の雰囲気漂う素敵な場所です。素敵な場所でしたね。和風が好きそう。そうなんです、ね、そうなんですよ。和風が大好きだからもう一人でも入る前からテンション上がって、はい、もう写真撮りまくってもう一人でもこの日この取材に行った日が雨だったんですけど、はい、またちょっと雨の雰囲気もいいんですよ、うんうん、こう水滴とかがね葉っぱにこうついてたりしたり、そうそうそう、キラキラしてて、ね、お庭が良かったんですよ、うんうん、で今回はその楽水園の中の水菌窟についてインタビューしてきたんですけど、はい、アミわかる？いや初めて知りました。本当に、うん、はい、水菌窟っていうのはあの水を垂らすとこう音が鳴るんですけど、うんうん、はい、ちょっとねちょっと詳しくね聞いてもらえればわかるので、はい、あの今回楽水園の園長相川智子さんにインタビューしてきたので、その模様を皆さんぜひぜひ聞いてください。どうぞ。どうやって音が鳴ってるんですか？音が出るかということですね。焼き締めの亀を逆さまに、うん、あの埋め込んであって、はい、で下にはお水が溜まるようになってるんですね、うん、でその上にあのほがしてある穴から水滴が落ちて、はい、その下に溜まってるお水に落ちた音の反響がこの亀壁、ね、亀の壁に当たって出る音なんです。じゃあ水が水に当たって出てる音が響いてる音が鼻の方が聞こえてるってことですね。水滴の音がね、はい、だからこれが溜まりすぎると綺麗な音が出ないんですよ。やっぱり距離が違うからということです、ね、水菌窟自体はあのも有名なんですか？とっても歴史的なものなんですか？あの福岡にはあんまりないようですね。京都とかはたくさんいろいろありますけど、水菌窟っていうのはこう何を目的としてこう音を楽しむために作られたものなんですか？音を楽しむために作ってありますね。でここはお茶室ですけれども、これがつくばいって言って、はい、あのつくばいで手をあのお茶室に入るときに手を清めますね。それに沿って流したお水が下から聞こえる。やはりここを作られた方の息、ね、なるほど、うん、やっぱりそういう配慮ってお客様に対しておもてなしですよね。これもどういう時に一番いい音が鳴りますか？例えば雨の日とか晴れた日とか。それはね、朝早く、朝早やはり空気が綺麗な時の方が、やはりその外もそれからお庭の中も涼しげな時で、空気が乾燥してる時っていう時の方が綺麗な音が出ます、はい、これ中のその亀っていうんですかね、うんうん、壺っていうのは亀はなんかどのくらいの大きさのものが下にあるんですか？これはですね、方が70センチ、そうね、縦が70センチ、はい、そうで横は55センチぐらいですね。そうそう、これ埋めてあるんですか？そうです、埋めてあるんです。でさっきのあの黒い瓦のところあったでしょ、うんうん、あの下がちょうど音が出る穴のところになってるんです、ね、うんうん、でこの穴のところに馬の毛で作った尻尾ね、はい、あれがこう下がってるんですよ。それに伝わってお水がこう下に落ちる、だからジャバジャバジャバと落ちないで、じゃなくてこれに伝わって、そうだから馬の尻尾、そうそうそう、でそれに伝わって落ちたあの水滴の音がこの亀に反響して出る音なんですね、はい、ここの水菌窟はあのできてどれぐらいですか？できてからですか、はい、それはここの、 あの楽水園ができたのが平成7年にオープンしてますので、はいはい、それの前の明治、はい、だからその前はあの下沢さんって方が明治39年にここを作った、ね、はい、別荘を、その時の部分が残ってる分と思います。そうなんですね、はい、じゃあもともと水菌窟はあって、はい、
それも残したままできたっていう、うん、でもともとその下沢さんって方の別荘のところにお茶室を持ってあったんですね、はいはい、落水園っていうお茶、はい、だからそれの名前から取って、はい、でお茶室がそこに落水庵っていうのがあります。あ、なるほど、はいはい、ここにでも海外の方とかも多いですよ。すごくここはインターナショナルです。いろいろな国の方が見えますね、はい、じゃあ残していきたい伝統のこと。そうなんですよ、もう ね少ない数少ないね水金窟ですので大事にしたいと思いますね、はい、さあということで、はい、アーミー水金窟分かりました？分かりました。というか、これ明治39年にこう建てられた別荘にあった、うん、そうなんです、そうなんです。明治からこんな考えられて作るっていうのがすごいよね、昔の人ってね。39年に建てられた別荘にあって、はい、そのまま、平成7年に落選がオープンした時に、まあ、受け継いだということで、うん、残したまま。今もね、音を楽しむためにって。そう、すごい素敵ですね。もう本当日本人の粋なおもてなしですよね、はい、これぞ。いや素晴らしい。そうなんです。ちょっと振り返ると、はい、あの縦70センチ、うん、横55センチの結構大きいですよね。大きいですね。の焼き締めの亀を逆さまに土の中に埋め込んであるんですね、はい、アーミーの2分の1ぐらいそうだねそれぐらいね、はい、で穴のところあのほがしてるんですよ、穴を、うんうん、ほがしてあって、そこに馬の尻尾がこう垂らしてあった、はい、あるんですけど、うん、それにこう水をあの水がこう伝わって、うんうんうん、ポタンポタンと下に落ちるんですよ、はい、そうだからかかった水がそのままドバーっと下に行っちゃったら音が汚いから、いい、うん、こうちゃんと一滴ずつ落ちるためにこう馬の尻尾が、なるほど、適切な、そう、それがこう亀にこう反響して、うん、いい音が鳴るんですよ。聞いてみたいです、音聞いてみたい、はい、あでもちょっとこの日ですね雨が降ってて、はい、まあ、一番いい音は鳴らなかったんですけど、だからちょっと聞きづらいかもしれないんですけど、はい、一応この音あるんで、水金窟の音ちょっと聞いてもらいましょうか。はい、はい、わかりました。おー、なんかちょっと木琴みたいな。あ、そうだね、なんかちょっとスコンみたいな、すごいちょっと涼しげな。そうなんですよ、そうそうそう、まあ、ちょっと今日は、うん、今回は音が鳴りにくかったんですけど、はい、本当はもっと澄んだ音で、うん、綺麗な音、空気が乾燥してる日とかがすごい聞きやすいらしいです。空気が綺麗な朝の時に、そうそうそう、これお茶室に入る時につくばいで手洗うんですよね、うんうんうん、そのつくばいで手を洗った時に、まあ、音が鳴るとこういいねっていう意味で作られたらしいんで、実際にこう落選に行ってみるのもいいと思います、はい、うん、そうです、朝に行くのとかね、うん、きっといいですね、はい、落選自体にもね、はい、水金窟だけじゃなくて、そうそう、いろんな楽しみ方があると思うので、うんうん、でちょっと今回この模様もあの写真たくさん撮ってきたので、後日ベロキューのホームページにアップします、ですので皆さんぜひぜひホームページもチェックしてみてください、はい、そしてベロベロバー内でも言ったんですけど、未来に残したい宝物、まあ、この音をですねどうにか私たち形に残せないかということで、はい、今回リンクの楽曲ガーネットのイントロの部分に入れて、うん、オリジナルガーネットを作ろう、はい、ということになりました。すごいすごいでしょ、はい、今回取材させていただいた場所の音も含めて作りたいと思っています、うん、そしてオリジナルガーネットを使用して今度の土曜日8月16日の正午から天神中央公園で行われる第18回水と緑のキャンペーンスペシャルのリンクのライブの中で披露します、はい、リンクのライブは午後3時過ぎとなっておりますので、皆さんぜひ会場に遊びに来てください。エンディングです。もうエンディングです。早いちょっとアーミー、はい、私ですね半年ぶりのベロキューだったんですよ。もう私ちょっとアーミン的にもヨサさんと話すの久しぶりだなって思ってました。うそう、あの今週月曜日のユーミンのベロキューにはちょっと実はお邪魔したんですけど、はい、この木曜日アーミンのベロキューに出るのは本当に久しぶりで、そうなんです、はい、まあ、っていうのも、はい、あのちょっとベロキューしか聞いてない人がいるかもしれないからちょっと宣伝してもいい？いいですよ。あの私毎週土曜日夜7時からあのベロベロバーを、はい、あの折り紙のお二人と一緒にやってまして、はい、あのそっちの方でね、はい、今頑張ってるんですよ。どうですか、うん、あのですねベロベロバー3時間45分の生放送で、はい、あのね大変だけどすごく勉強になるし、うん、まあ、何より楽しんでます、すごく。ちょっと怒られたりします。怒られてるよ。
やい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 や、でもね、はい、あの皆さんいつもメッセージ送ってきてくれたりするのでぜひちょっとこのベルキュー聞いてるよって方も、はい、あのベロベロバーも聞いてください。よろしくお願いします。はい、そうだね、はい、じゃあベロベロバー聞いてる方もベロキューにメッセージを。そうだね、ちょっとお互いそこはねウィンウィンでいこう、ウィンウィンで。そうだ、ね、お互いメッセージ。いや私もこう2人ともすごい喋れるから、はい、今日もすごいやりやすかった。いや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 。え、何言ってるの、そんなことないよ全然。私もちょっとゆささんのこの力を。あはアーミーの先輩なんですけど。はい。いやいやいや、でもちょっと今回せっかく、うん、あの水と緑のキャンペーンについて私たちインタビューしてきたので、うん、はい、あの8月16日皆さんぜひ来てください、うん、はい、よろしくお願いします、はい、天神中央公園で行われます、はい、第18回水と緑のキャンペーンスペシャル、はい、正午からですね4時まで、はい、夕方4時までありますので、はい、リンクのライブは3時過ぎとなってます、はい、オリジナルガーネット、ガーネットがどうなるかですよ。はい、ぜひぜひ。しかも公開生放送なのでそれは行くしかないですね。そう、来れなくても公開生放送だから、はい、ラジオでも楽しめるということで、うんうん、ね、ぜひぜひ皆さん楽しみにしててください。はい、来週はどのメンバーが登場するのかお楽しみに。ベロキュー、今日のお相手はリンクのアーミンとゆさぽよとゆじなるでした。それではまた来週、バイバーイ。バイバーイ。ことぶきアプレゼンツ、アーミンのこれ高まります。このコーナーではアーミーが高まるサブカルチャーの世界を冒険します。プレゼンターはフィギュアメーカーことぶき屋のキムコさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ことぶき屋のキムコです。お願いします。お願いします。今回は大大大お気に入りのキャラクターということで張り切っていきます、はい、あの魔法少女まどかマギカよりキューポッシュあけみほむらちゃん、通称ホムホム、まあ、アーミーの一押しの女の子なんですけれども、このキューポッシュはことぶき屋さんから発売されているデフォルメ可動フィギュアシリーズのことですということで、こちらを紹介したいと思います。あのアーミン的にはまずホムホムはこの表情パーツ見下し顔がアーミン的にすごくポイントが高くて、あと頭の可動範囲が結構広いんですよね、はい、うんうん、髪が長い子なんですけど、うんうん、この髪が長くてもちょっとこの空洞を作ることによって、うん、頭が結構動きやすいっていう点と、あと、はい、胸元にリボンがあるんですけど、うんうん、そのリボンが若干柔らかい素材で作られていて、うんうん、なんか細かいところも気使ってるんだなってところがすごく好きです。ありがとうございます、はい、とこれまで何回か番組でもご紹介してもらいましたが、はい、ついに今月発売となります。きた、はい、これでやっとアミのお手元にもお渡しできます、はい、来ましたね。可愛がってあげてください。可愛がります、毎日。ということで、あの、はい、ホムホムも発売されたということで、あの先週ご紹介したキューポッシュのコンテスト、キューポッシュうちの子一番クラフトパーティー、これであのホムホムでも応募ができるんですよね。はい、そうなんです、はい、キューポッシュうちの子一番クラフトパーティーは、キューポッシュシリーズファンの間で広がる、うんうん、衣装やお化粧、はい、デコレーションなど、オリジナル なんか楽しみ方をしているキューポッシュを募集しています、うんうんうん、詳しくはことぶき屋ホームページでチェックしてみてくださいね。アーミーの考えるホムホム、はいはい、どんなのか見てみたいなと思うんですけども、前回は羊毛フェルトで明太子でしたよね。はい、アーミン的にはちょっとホムホムのキャラクター的に、はい、あの犬の耳とかこう布で作って、はい、ワンちゃんそれをちょっとカチューシャ的にこう作ってつけたら可愛いかなっていうのはありますね。あとなんで犬っていう、あ、なんか性格、はい、あ、こう結構まどかちゃんにこう忠実な面がちょっと犬っぽいかなってとこが、はいはい、イメージが、はい、あって、あとちょうど先日、はい、あの雑誌の取材でキューポッシュ用のオリジナルワンピースを作ってきたんですよ、はい、あの布とハサミとあとボンドがあればすごく簡単に作ることができるので、結構応用すればリンクの衣装も作れそうだなっていうのがあって、はいはい、ちょっと、はい、衣装を着たホムホムが見てみたいなっていうことで、実はそこにあるんですよね、はい、そうなんですよ。リンクの夏コレーションのキューポッシュ作っていただきました、はい、これもすごい布とボンドとで簡単にこう作ってですね、はい、じゃーん、はーい、着せ替えました。おもおもの夏恋衣装がやばい。ほんとこれはちょっと後でめっちゃしゃべっております、はい、本当にあの細かく再現されててですね、本当に布で本当に簡単に作れるので、はい、はい、ぜひ皆さんもちょっとアーミーも頑張ります、うん、はい、ぜひぜひ。今日の内容はベロキュー公式 YouTube でも後日アップされますのでチェックしてみてください。以上、アーミンのこれ高まりますのコーナーでした。先週に続き最後はこの合言葉、はい、せーの、キューポッシュ高まる。
DVD っていつ出されるんですか？ DVD は8月いつ言うと最初か8月8日8129、タイトルは包容さです。これも考えたんですか自分？いや違います、決まりました。あ、へー、今回石、前回のとやっぱ違います。そうですね、石垣島の青い海、青い空、そして青い海を、あ、沖縄でしたね。青い海をバックに入れるユサカップです違う、たまらんですなやらやっぱ際どかったですか撮影とか？際どすぎましたよ。最初のよりも前も全然際どい、際どい。見る？見ます。パッケージできて、パッケージ見たい見たい。あ、パッケージ、パッケージなんかみんなで見た気がする。そう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 、なんか遠征中に。え、そんな、はい、なあ、やばい、怖いね。これがやばい。うわー、え、タオルしかかかってない。そうよ、すごい。本当に？うん、本当に。へえ、めっちゃいいやん。へえ、いいやんって言おうおじさんみたいいいやん